どうも、ハヤトです。うちのベビハムちゃんたちが生まれてからしばらく経ったんで、今できる限りのオスメスの判断と、それから今日はケージが相当臭いんで、もうね、よろっといいかなってことで大掃除やっていこうと思います。結構ね、面白い動画となってるんで、最後まで見ていただけると非常に嬉しく思います。それでは行ってみましょう。じゃあまずね、お母さん別室でちょっとね待機しててください。お母さんいないとね、赤ちゃんたち不安になっちゃいますからね。今日はここにいてもらいます。じゃあ赤ちゃんたち、ごめんね、ちょっとオープン。みんな仲良く、集まっております。うわ、砂がねすごいですね。じゃあね、ケージをきれいにするために子供たちには別室に行ってもらうんですが、その時にちょっとお股を見てみて、9匹のハムスターたち、オスが多いのかメスが多いのかね、見ていきましょう。まずこの子、この子1匹目、この子は女の子かな、たまたまないからね。はい、可愛いですね。はい、いいですよ。はい、次、この子は立派なたまたまがついてますね。見てください、これはもう男の子だね、完全にね。ちなみにちょっと乱暴な持ち方をしていますが、こう持たないとね、暴れて逃げてっちゃうんですよ。はい、次、これは女の子かな、可愛いですね。あ、違う、男の子っぽいかな、これどっちだろう、男の子ですね。よく見ると男の子です。はい、次、こちら女の子ちゃんですね。可愛い顔してますね。はい、次、こちらも女の子ちゃんですね。ちょっとね、暴れん坊でごめんね、ちょっと嫌な持ち方してごめんね。はい、こちら女の子ちゃんです。はい、次、あ、この子はもう女の子ちゃんですね。可愛い顔してますね。はい、オッケー。ここで一つ報告なんですが、本当は赤ちゃんハムスターは10匹いましたが、今9匹しかいません。それは1匹実は途中で死んじゃったんですよね。報告が遅くなった理由としては、このチャンネルとしてハムスターの死をどういう風に扱うかっていうのを僕はまだ決めていないからというのがあります。それに関していろいろ考えていること、思っていることは別の機会でお話しさせていただこうと思うんで、その時またよろしくお願いします。ということでね、今は9匹の赤ちゃんと一生懸命頑張っています。はい、じゃあ次いきますよ。この子は女の子ちゃんですね。可愛い顔してますね。はい、 OK。 はい、この子、この子は男の子っぽいかな、ちょっと膨らんでますからね、可愛いね。はい、じゃあ最後は我が家のアイドル、チビちゃんです。チビちゃんはなんと女の子ちゃんでした。元気に育ってますよ。もうこの子の名前はね、チビちゃんに決定。一番読みやすい、分かりやすい、最高。はい、チビちゃん、オッケー。そんな感じで女の子6匹、男の子3匹のベビハムちゃんたちということになりました。じゃあね、早速このくっさいくっさいケージをね、掃除していきたいと思います。みんなちょっと待っててね。はい、じゃあこんな感じで新品同様に綺麗になりました。それではね、メルカリに出すための手続きをいろいろやっていきましょう。嘘でーす。じゃあね、床材の方を引き詰めていこうと思うんですが、まずこちらご覧になってください。何日か前に僕がハムスターのおしっこが臭くて臭くて死にそうだから誰か助けてっていう動画を出させてもらったんですけど、その時にいろいろ皆さんにアドバイスいただきましてありがとうございました。で、その中で結構多くいただいたのが、ヒノキアを使うと匂いが抑えられるよっていうアドバイスだったんですね。早速買ってきましたんで、今日はこいつを使ってケージの組み立てをやってみたいと思います。果たして匂いは良くなるのか。じゃあ開けたんでね、入れていきたいと思います。なんかすごくいい匂いがして、新築の家っていうか住宅展示場の匂いがしますね。ちょっと待ってね、こいつ匂い伝わりますか。住宅展示場の匂いがします、新品の家のね。うん、いい匂いじゃん。じゃあこれね、やっていきましょう。どんくらいでいいのかな、あんな
ちょっと待って、ね、行っちゃうか。あ、せっかくだからよ。なんか、半分ぐらい使ってたよ。一回これでも300円ぐらい使うから、ちょっとコスパ悪いな。最初は物は試しにね、やってみましょう。だーっとね。こんなに、いらなくていいのかな。まあ、いっか。もう入れちゃったんでね。ちょっと今回はこれでいきまーす。はい。じゃあね、モフモフの床材も入れてみましたけど、こんなもんでいいかな。匂いは今のところいい感じ。ただ結局これ下に引いてもぐちゃぐちゃになりそうな感じするんだけどね。あとこれ古い床材です。これを入れておけばハムスターたちは安心して新しいこのケージにね馴染んでくれると思うんで入れておきましょう。色が全然違うね。なんかしょんべん色っていうか、まあいいや。じゃあこんな感じで広げて、この洞窟ハウスをね設置したいと思います。なんか安定しないですね、下にペレットが落ちてるから。まあいいや、まあこんな感じ。はい、じゃあね、完成しましたんでまた組んでいきます。はい、ではこんな感じですね。ホイールをね設置しました。ちゃんとウニコも走り回るようになったし、子供たちもね結構運動量が上がってきてるんで、おそらく楽しく遊んでくれると思います。横に挟まれて死んじゃうことももうないと思うんでね、ちょっと、これで様子を見ましょう。さあ、お母ちゃん、お母ちゃん、まずお母ちゃんから行くか。じゃあね、綺麗になったケージにウニコ行きましょう。はい、さあおいで。にょ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 バーン。はい、こんな感じです。いい匂いでしょうね。じゃあ次はね、子供たち行ってみましょう。子供たちみんなこの瓶の中に入っちゃってますね。なんかこの絵面さ、最近なんかよく俺の YouTube のサムネでおすすめ動画に出てくる感じの蜜っていうやつになんか似てる。こんな感じなんや。うわー、これもよく見かけるやつですね。これあの可愛らしいサムネイル使ってらっしゃいますよね、皆さん。本当にね、あれサムネイル見ただけでね、僕はあの満足してしまうというか非常に癒されます。でも僕はこの写真をサムネイルにはしませんよ。なぜかというと、他の人よりも可愛いサムネイルを作る自信が全くないからです。にしても子供たちみんな出たいんですけど、詰まって出れないって感じで、なかなか見応えがあって可愛らしいですね。みんな匂いを嗅いでちょっとこう不思議そうにしているみたいですね。いやー、掃除してよかった。めっちゃ綺麗に撮れるわ。ところでこの匂いをハムスターが気に入ってくれて、なおかつアレルギーなんかがね発生しないといいなぁなんて思ってるんですけど、まあおそらく市販品というのはいろんな犠牲を払って研究して開発されて、僕らの手に届いてるんで問題ないと思うんですけど、ちょっとね最初の方は心配ですよね。はい、じゃあ皆さんね、いい子にね待っててくれたんで、今日はちょっとバナナチップスをあげてみたいと思います。後でみんなの分はちゃんとあげようと思うんですが、とりあえずねこれだけ置いて奪い合う姿というのを楽しもうではありませんか。やっぱりね、母ちゃんがね強いですね。こういう時はもう子供相手に容赦ないですよ、本当にね。前まではね、こう餌を取っちゃさ、子供のとこ持ってってほらあんたたち食べなってやってたんだけど、子供をねもうこうやって自分たちでガツガツ行くようになってから、お母さんもだいぶ変わりましたね。絶対子供に渡さないで、子供も子供でヒュ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 ってこうすり抜けてこっそり食べる子ってのはやっぱりね頭いいんですよね、見てると。それでチビちゃんっていうのが一匹ね、ちょっとちっちゃいのがいる女の子なんですけどね、いるんですけど、その子はねこういう時にやっぱり出遅れるっていうかね、ガツッといけないんですよね。力で吹き飛ばされちゃうというかね。もちろんみんなに行き渡るようにこの後ガーッと餌をもうあげるわけなんですけど、こういう活動させると一匹一匹の個性も分かって、まあこれからのねチーム分けにもだいぶ役に立つと思うんで、そのためにね、まあこんなことをさせてるわけなんですよ。ただですね、こんなたわしのようなね、ちっちゃいたわしのようなハムスターがわしゃわしゃいて、僕は正直もう見分けがつかないんですね。はい、チビちゃんだけです。
とはいえあと1週間ぐらいしたらもうオスとメスを分けなきゃいけない時期になりますから、こうやってねみんなで美味しくご飯食べるのもね貴重な時間なんです。なんてことでね、今日の動画最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。これからもですねこういった可愛いハムスターの動画、面白いハムスターの動画どんどん投稿していきたいと思いますんで、ぜひともよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけますと私動画作りの励みになりますんでね、皆様の温かいワンクリック、心よりお待ちしております。そして登録してくださっている方、今後ともどうぞこのハヤトをよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。